はい、えー、動画の続きです。えー、内出は交通の要衝でしたので、えー、過去さまざまな、えー、事件が起こっております、えー、南北朝時代なんですが建、えー、武3年、えー、楠木正成は、えー、新田義忠北畠昭恵とともに、えー、足利尊氏を内出で撃退しております こちらは内出豊島河原合戦と呼ばれておりますまた寛の2年足利尊氏の弟足利忠義は兄尊氏を内出で撃退しておりますこちらのは内出浜の戦いというふうに言われております戦国時代にはまたすでに村落として内出村は成立していたというふうに言われております こちらが、旧西国街道にほぼほぼ当たります、国道2号線に現在立っております石碑です。大南港泉石というふうに書かれております。住宅街の中にこういったモニュメントがあります。 江戸時代になりますと元奈三年西暦1617年尼崎半領になります大阪夏の陣から2年後ですそしてそれよりあと内出村をはじめとする裕福な阪神館の数か所は幕府のあげ地令によって明和6年 直轄の天領となりますここから以降は尼崎半領ではなく幕府の直轄領になっていたということが分かります安政元年江戸時代の後期ですが日本と外交交渉をするためにロシアの海軍中将プチャーチンが軍艦に乗って大阪湾に出没します えー、当時、えー、江戸時代は、えー、長く鎖国状態でしたので、えー、外国の船とか外国人とかは、えー、当時の日本人は見慣れていませんでしたので、えー、ロシアの、えー、蒸気船が、えー、突然現れたわけですから、えー、内出村は大混乱に陥ります。 はいえー、蒸気船が出没するようになりましたので、えー、幕末には沿、えー、海部の防備というのが大変重要になってきました、えー、そこからの歴史は次の動画でお知らせします